としました。だから水戸博物館は未だにあるじゃん、うん、ここそうですね、うん、なるほど、だからあんだ。公害ね、もう公害という時代だもんね、原爆ね。はあ、うん、飢餓貧困とか当時の方が真面目だね、やってることは、うん、真正面で。そうだよね、また戦後25年だからね。出た出た、これだ、ダイダラダロスだ。三つ同時な知ってんだよ。これめっちゃ怖かったんだよ。今となっては普通だけど、当時こんなもんなかったからね。あ、乗ったの？乗ったよ、これ乗るために行ったんだもん。もう親父にこれ乗せてくれ、3回中3回も乗ったよ、俺。これ下電車走ってますね。なんてでかかったんだよ、すごいでかいジェットコースター。3台いっぺんに走ってんのな。覚えてない、覚えてない、そんなこと。並列そんな余裕なかった、もうギャーギャー言ってた。じゅうちゃん隣の知ってとこさ飛び打ってたの。そういうことね、ジャッキーチェンもまあそうだね、それ。こんなものは世の中なかったんだから。ミサ乗ったらレール曲がっちゃいますよ。なんでやねん、ユリギラーこれは。えらい長かったことを覚えてる。ちっちゃかったからじゃない、やっぱり長いんだ。そう、でかかったんだよ。今見るとゆっくり走ってるように見えるけど。そうだよ、そうだよ、当然そうだよ。今みたいな熟力は出ないと思うよ。でも当時はなかったからね。ポリリズム、スタローマン叩いてください。あのね、それあの黒人見るとクロマティ、これはうちの上司と同じだから。クロマティじゃねえよ。じゃあバースケ、それは白いよ。白マティ。すごいすごいすごい、何あれ、わかんないけど一人でやってるのがすごい。
っぽいな。ヨーロッパのパビリオンから見ていきます。ちゃんとプログラムしてくれんだ。今日はイギリスのナショナルデー。イギリス軍のコスチュームって独特ですね。兵隊さんは昔からミニスカートです。あ、チャールズ。イギリスからはチャールズ皇太子のご訪問。普通に来るんだね、みんな。帰ってない。イギリスは全然知らない。こんなのだったんだ。これは世界で初めて開かれましたロンドン万国博覧会の模様です。この時鉄とグラスで作った水晶球という建物が大変人気を呼びました。ジェット機のタービン見えすぎたな。フランスと共同で開発したスマートな超音速ジェット旅客機コンコルド。すごい。そうだよ、コンコルドってこの時代だよ。そうだよ、コカ・コーラ飲んだらコンコルドのステッカーがもらえるって。俺コンコルド飲んだもん。産業革命が一番早く始まったイギリス。スプライトがちょうど出てた頃で。覚えてるわ。スプライトって今あるんですか？今また出てるね。今出てるけど、スプライトがちょうど発売されたことだよ。俺小学校4年の時だよ。だからコンコルドまだこれまだ就航してないんじゃないかな、計画段階で。自販機買ったらバシャーって水浴びる CM やってんじゃない、うん、そう。あれスプライト、うん、スプライト。自販機で買ったらなんか水ね、ビャーって。イタリアだ。アイルランドじゃない？アイルランドか。なんかイタリアじゃない。ほんでアイルランド。思いっきり戦争してんじゃん、この頃って。ん？思いっきり戦争してんじゃん。ああ、そうだよね。IRA でね。だって大戦中もさ、チャールズ、あ、チャ、なんだっけ。チャールズだっけ。うん、チャーチル、チャーチル、チャーチルがさ、うん、対日参戦をアイルランド要求したらさ、拒否されてんだよ。イギリスの味方は絶対しないっつって。ステラな木の人形は心を失った人間を皮肉っているようです。あれ勝負されて心を失った人間ねえんでーあの人なんであの革言葉使うんですかね。知らん。やでねえんでえららって言うでしょ。何言う。だから、カバちゃんなんだよ。なあ。彫刻のシルビー・ガルさんが生き生きとシャントンを。へえ、すごい。すごいね、これはすごいね。これはすごいね。今でいうデジタルの橋だよ。シルビー・バルタン。
当時はフランスで一番有名な歌手だった。このシルビー・バルタンからバルタン星人って名前がついた。本当に？本当だよ。名前が分からなかった。で、テレビでシルビー・バルタンが映って、これでいいんじゃないか、バルタン星人で。データドイツ。うん、いつも重くてテンション低い。館内いっぱいに流れるベートーベンの曲。もうさ、日本が作ったイメージだからな、これは。フィギュアじゃないわ。みんなベートーベン聴いてるわけじゃないんだよ。ビール飲んでる映像だし。すごいことだな。ものすごいテクノロジーだよこれ。カラーのマルチスクリーンって当時これ、うん、こんなもんないもん。だってやっと世の中にカラーテレビが普及始めし始めたんだよ。うん、俺この万博のやってカラーテレビ見た覚えあるけど、白黒だっていう家がまだいっぱいあったからね、小学校2年の頃って。家に電話がない家があったんだから。まだその頃もう11の時点にスマホですか。なんでやねん。いやすごいな。すごい。これでも貴重な映像ですよね。すごいですね。これ大事ですよ。言ってないけどこれ買っといて本当に良かった。いいね。高かった。これ4000円ぐらいした。そうでしょ。うん、地面に30度の角度で建てられたイタリア館。覚えてない誰かも。初めて海外で公開されたイタリアの国宝メルキュール像。狼に育てられた。はいはいはい。後にローマを開いた。はい。これ教科書載ってるじゃん。うん。ドゥカティ。今。うわあもう未来の車だ。キリスト教会なんてあったんだ。人いかねえ。グレゴリオ聖歌ですよ。この人この前退位したんだよね。え、退位したでしょ、この前4月30日で。オランダの国王。あ、そこまで。あの人でしょ。あれこんな感じ覚えてるぞ。これなんだっけ。ロシアじゃない。ロシア団か、これ。本当違うな、レッスンしてんな。なんだっけこれ。天井と言わず観客を包み込む。オランダ、これオランダ館。オランダ館入ってんのかな。入ってんじゃないかな。日本とつながりがある国だからオランダ人だね、やっぱり。民家をかたどったベルギー館。そんな感じだな。別にオランダも行ってるでしょ。行ったよ。アムステルダムだけど。食いながら。アムステルダムいくら食いながら。田舎。うん、田舎。あんなもん山だ。もうね、ヨーロッパの大都市なんて、とても思えない。北九州みたい。北九州みたいかどうかわかんないけど。田舎でした。へ、これがあのオランダの首都、アムステルダム。思った。でもそれが当たり前なんだっていうのはだんだんわかる。日本とかが異常なんだよ、ニューヨークとか日本とか。まあね、うん、ロンドンした時ですぐだってもう郊外だもん。あ、そうです。30分も経っても電源不足だ。あんなピカデリーとかあんなのごく一部だ。ロンドンですら。ニューヨークは異常だ。フレダマちゃんがね、やっぱりね。
マハッタンってあれ島でしょ。うんよ、マハッタン島だもん。だから俺言ってないけど、ボストンとかワシントンとかと全然違うと思う。田舎だと思う。アメリカ人なんて半分以上がニューヨーク見ないで死んじゃうのだ。うん、そうですね。わしね、そんなもん関係ねえって言うんだから。お祭り広場では民族芸能が連日華やかに催され、次第にお祭り気分を盛り上げている。お花目だ。覚えてないな。こんなんだったんだろうな。うちの親父が見せてないわけないからな。見るですね。うちの親父は僕の親父にしては年寄りだったんで、本当にその官僚たちの夏とか不毛地帯とかと同じような人生を歩んできてるんで、だから太平洋戦争で死にかけて、その後の復興日本を支えてきた人が、いやこれには考えがあったと思うよ。スカンディナビア館では5つの国、ノルウェー、デンマーク、スウェーデン、だから日本の将来、バラ色の将来を信じて疑わなかった世代だから、うちの親父は。この国の紹介はこちらはしていません。スライドショーを紹介します。スカンディナビアは何？4つで一緒にしたんだ。今からこんなこと言ってんだ。すごいね、この通り。中庭にいましたら、この館内の左側の方のスライドは、プラス面、産業化社会の発達した良い面。と右側の方では、マイナス面、この公害問題の面。だからこの上のシンボルにもプラスとマイナス。ああ、すごい。とてもとても真面目な感じです、これは。どういうふうに住んでいるとこ、きれいに守りますか？産業の進歩あっても、と皆さんから聞いて。ダメだよ、みんな金髪のお姉ちゃん見とれてるから。見たことねえから。スカンジナ美人なんて見たことねえんだから。みんな、喋ってることよりそっちの方が大事で。上から映ってるんですから、もちろんここにも映って見えますね。スクリーンになります。この画面に日本語のメッセージついてますから、もちろんその英語の方も忘れないように。もう勉強になりますよ。オリンポスの神々の像が並ぶギリシャ館。昔のおしゃれな、ギリシャ館か。巨人の帽子が売ってる。だって巨人の帽子と阪神の帽子が売ってなかったもんね。肉体の美しさと知恵の尊さを求めた古代ギリシャの理想は、今もオリンピック精神の中に生きています。スタンプ帳ね、こんなのあったんだ。覚えてないわ。どこにいるか買ってもらってないんだよ。マルタ。これどうある？これどうある？こう来た。こんにちは。これは南蛮日本語です。16世紀にポルトガル人が、奈良人が日本に来たのを書いたものです。ね、とても貴重なもので、ポルトガルパビリオンで一番重要です。そしてこれは種子島の店舗です。わかる？ブルガリアンローズの香りも高いブルガリア館。バルカン山脈をデザインしたものです。すごい。ブルガリアなんて国な、小学校2年じゃ全く認識もしてないけど、貧しいところでしょ。そうよ。この前、まあ、今バシャラしてたよ。
そりゃそうだよ、ヨーグルトの土地なんだから。牛乳を牛乳として残しておけないんだから。あ、それでヨーグルトなんだ。そうですよ、牛乳だからできるんだから。ほっといたら固形に固まっちゃうんだから。なんかあそこにしかあのヨーグルト菌がいないんだってね。あ、そうなんだ。ブルガリアに自生してんだって。へえ。ブルガリアのなんかなんとかって植物をこう牛乳につけとくと、うん、あって固まるんだって。へえ、すごい。でそれはもうよそ持ってても死んじゃうし。あ、すごいね。そこにしかいないんだって。高度したもんね。そうそう。だからあの明治のブルガリアヨーグルトってあるんじゃない、うん、あれ世界で初めてその酵母ヨーグルト菌を日本に持ってこれたよって、そういうプライドなんだよ。 あのネーミング。そうなんだ。そう、すごくものがいいんだって。ボヘミアの優れた伝統を生かした世界最大のガラスの芸術、ボヘミアグラスだもんな。チェコスロバキアは社会主義国として幾多の問題を抱えながらも、その中から豊かな文化を築き上げています。問題抱えてたの当時から。そうですよ。危なかったんだ。だプラハの春が68年でしょ。その2年後でもだって。そうか、うん、その前か。そうよ、これの前よ、プラハの春。首都大統領かなんかね。もう超超問題あるときに出展してんだよ。やってんだ、うん、だって68年でも出展もう決めてんだから。その時にプラハの春だもん。このナレーションはすごい分かるよね。ホットな地区だから、ね、うん、その知らないと何か分かんないんだよね。そう、言ってる意味が分かんないよね。ねえ、でしょうね。すっごかったのね。今こういうのやんないしね。あることも知らないよね。ユーロになってこういうものをやってるのかも知らんけど。いいようになってね。じゃあこういうものは薄まっていっちゃうかもしれないしね。ダメですよ、こういうのダメだよね。こういうのが薄まっていっちゃダメよ、確率化していったら。そうするとね、洋服はユニクロしかいらなくなるっていうことになるんだよ。全く同じことになるね。マック食べてユニクロしてみたいなね。そう、そう。だって、勝つやつが最後残れんじゃん。多様性ってものが全く、それは効率でもって語られて、ね、非効率ってなんだなっちゃう。効率っていう側面で見ればその通りなんだけど、他にもいろんな側面があるでしょって思うんだけど、価値観が1個しかないとか、2個しかないっていうのは良くないんですよ。思いっきり言うとさ、あの本当に価値観っていうか、そのクオリティだけで言ったらもうバッハのモーツァルトがいらなくなっちゃうんだから、うん、でもそうじゃないでしょっていう。大変な人気、うん、ルフヒンダーに聞く人あるのかって話だったよね。そういう問題じゃないんだろう。誰かが言ってたわ、万博行きて学んだものは忍耐だって。その通りですね、学んだ覚えがあります。この忍耐強さっていうかエネルギーっていう。だってアメリカとソビエトと日本間を1日で見ることは絶対不可能で、どれか1個選ぶしかなかったんだよ。であとはもうスカみたいなところ行くしかなかった。俺はだから日本間見たんじゃないかな。アメリカでもいい、ソビエトでもなく、アメリカ間見たかったんだけど、そう、隕石見たかったんだけど、とてもじゃないけどアホになるんだ。これソビエト間だろ。もう覚えてるよ、この建物の形といい、ソビエト入ってないからわかんねえな。この年はレーニンが誕生してからちょうど100年。こんななってたの、ソビエト館で。映像や資料を通じてその生涯を詳しく紹介しています。だから東西冷戦真っ只中で、各国が自分のやっぱり国をこうプレゼンテーションしたけど、しょうがない時代と重なってるから、こんだけ良くなるんだよね。
イデオロギーも減ったくれもない時代になっていくからね、90年の花箱とかになると。うちにはこんなすごい人がいるんだっていう話でしょ、うんうん、まさに広告の話じゃないですか。だから自分たちが一方的に言いたいことを言い合う場だったんだよ、番号館って。ベヒシュタインだ、このピアノベヒシュタインだ。チャイコフスキーはベヒシュタイン弾いてたんだ、知らんかった、初めて知った今。ベヒシュタインの音とは思えないんだけどな、チャイコ聞いてても。やたら知らない人に左右に CCCP だよなそうだよな、 CCCP だ、そうそうそう、 CCCP です。懐かしいというか、まあ見てないから懐かしいっつっても高橋出てるけど、それでも懐かしいな。へえ、面白い。そんなに空いてるわけないから、いつ通ってんだろうな。でっかい楽器ありますね。ソビエトは楽器のでかさ尋常じゃないよ。寒いから分からん、でかいからやっぱり気持ちも何もかもでかいのかな。あのなんだっけ、あのシンセサーのような楽器があるじゃん、なんだか箱みたいなやつ、なんだっけ、なんだっけあれ、ソビエトは、うん、なんだっけ、なんて出てこないんだ、テルミン、テルミン、そうテルミン、ソビエトだっけ、そうよ、それで、うん、オンドマルトの、ん、オンドマルトの、オンドマルトって何、あのほらプランガリア公共図使って、あれは違う、わかんないわかんない、こんなんすごいんだってやってるから、これやっぱこんな見応えがあったんだね、本気で、みんなほんと本気だったんだよ、1970年ってやっぱみんなが超右肩上がりの時代ですね、オーディショップの3年前だから。戦後25年、ね、右肩上がり、オーディショップ前、それぞれがそれぞれの国を、ね、国威を啓発用しながら未来を語ったっていうか、そういうことなんだね。それが日本であったっていうかね、パンナムだ。そうだよ、もう今飛んでないパンナムだ。もう昔は飛行機といえばパンナムだったの。懐かしいパンナム。デコジだ。こんなまだ走ってた。デコジ走ってたよ、70年で。全然走ってた。俺の家の近く、機関車走ったもん。重鎮じゃ、機関車乗ってんの？乗ってないけど、山陰放送、山陰本線、山陰本線ね、京都駅から鳥取に行くやつ。見た。うん、だって、うちの近く走ったもん。ふわーっつって。甲子園球場の83倍もあるでっかい会場では、まず仲間からはぐれたくない。その結果、さまざまな奇抜なアイデアが生まれました。なるほどね。
それでも6ヶ月間に13万人もの大人の迷子がいや大人の迷い人が記録されたのです。これこれあすごいすごい、どうやって残ったのか、どこ見てんねん生きてんのは。やっと分かって外人もびっくり。いつもしげちょじゃないかねえ。当時は米残り投げるのが当たり前だったんで。あ、均等が高まってる。コメントらしい。今日は日本の小さなフリーランスの電化じゃない。そう、電化です。電化が見ましたよ、肉眼で。ちびっ子たちのもうちょっともっと大きい、もっと大きい。5月だからもう小学校3年だ、5月は。そうだから小2小3で行ってから俺いるじゃないですか、重鎮。ケロヨンがいたんですよ重鎮じゃないの。違うよバッハハーイキスだね。当時のなんかケロヨン、そうケロヨン覚えてる、ケロヨンバッハハーイってんだよ最後。覚えてねえ。とんでもなかったのケロヨンは。人気？うん。全然怖いくないじゃん。あれ関係ない関係ない。アニメ？いや実写で。アニメ実写。そうケロヨンっつってでしょ。ケロヨンね、覚えてるケロヨン。あの手でバッハハーイってで、それがみんなの流行り、流行ることになって、みんな小学校帰るときはバッハーイ、バッハーイって言ってた。知らん。そりゃそうだよ、この年代は。バッハーイって知ってる、それケロヨンで。年齢詐称疑惑年齢詐称疑惑。だって給食でクジラ出たし。クジラ出てるしね。出てるよ、俺なんか当たり前に出てるよ。重鎮は出てもいいけどさ、あの人おかしいでしょ、クジラ食ったら。まあね、給食がいいんだあの、お水かなんかいただいていいですか、はい、すみません。お酒は飲んで、ちょっと酔ったなんで。お水でいいですよ、全然。いや、あった方がいいです。ありがとうございます。あったかいんで。冷やした水あるよ。ありがとうございます。ダメだから膨らみすぎて割れない。ゲルム地震を速報する伝送新聞、新聞配達人が不要になる未来の新聞です。うわ今の感じだ、伝送新聞。
石油とイスラム教徒が多いことです。すごいすごい、何やったんだ。そう、ローテクばかりだからお金のかけ方が尋常じゃねえな。人口わずか5万人のアブダビ王国、これすごい長いね。長いよ。これ3時間ぐらいあるのね。そうそうそう。じっと見てる場合じゃねえよこれ。長いよ。長い長い。RCD とはトルコ、パキスタン、イラン3カ国が発展を目指して約7年前に結成した地域会。やっぱり慣れた石田浩二だ。あ、そうなんだ。ほら、石田浩二って書いてある。本当だ。石田浩二の声だな。竹下恵子。え、竹下典子って書いてある。典子。うん、やっぱり石田浩二の声なんだこれ。71年日本映画興行第1位、あ、そうなの。すごいね。買ってけばと、これこれ東西の文化の架け橋となったシルクロードの昔が忍ばれます。はぁ、時間まだこれすごいな、うん、この根臓冷た見方をすると死んでしまう、うん、トイレで、うん、